はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。今日はこちらですね、デュエルマスターズ新一弾のジョーカーズ参上、これの2ボックス目です。レーシン君がインフルエンザだったのでちょっとねお預けしてましたね。ずっと予約開封したいと思います。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、はい、それで今回も15パックずつそれぞれ開けていきましょうか。はい、でまた開封対決をやりたいと思いますね。負けた人は前回と同じサルミヤッキで、勝った人は前回と同じコロロの贅沢、ストロベリーだっけ、ショコラストロベリー。はい、じゃあやっていきましょう。うん、ルールは前回と一緒だね。うん、はい、では僕の1パック目、怪獣ヒラーガチャネルトーテム狂気27号ジャリボア機関ゴリンゴリおスープ、あーベリーデアだね。うん、リターン流し鬼かます。はい、では私の1パック目、ダークサン激砲手ブルカノドン強襲の人ノスタール暴風妖精ステップルデスマッチビートル。では僕の2パック目、トテントン一番隊ザエッサ怪獣フジツクマクマワリダチッコチュリス。で私の2パック目、怪獣ヒラーガ狂気56号ゴロン強襲の人ノスタール、マハリヒタンクバビロンゲル。僕の3パック目、ノージョイラベン一番隊チュチュリス奇跡アムベル。ありがとう。バッテオヤジ、おバッテオヤジ国運マニューバ。で私の3パック目、モモンクック激砲手ブルカノドン聖主銀モルゲン。あー来た、よかったね、これパパ欲しかったです。うん、愛されし者イルカイル、おー洗脳洗脳来た。以上ですね。うん、4パック目、岩石中クラッシュワームシャインアロー、おーありがとう。愛されし者イルカイル竜奏者ボルシェルドルフ・カルナック。で私の4パック目、リボルバー・キャノンアクア・ヒルズ燃えるデッド・ソード。あ、来た、あー来たスーパーレアジョーカーズのね、しかもスペシャルズのやつだね。うん、後で見てみましょう詳しくね。はい、欧風妖精ステップルナグナグチュリス。では僕の5パック目、一番隊ザエッサアッポーチュリス喜劇人形タッキュイニシエの騎士ガザーンノヴァルティアメイズ、おおスーパー水上トリガー。ありゃ、では私の5パック目、一番隊バギン16号ストライクフィッシュディーディのドライバー伝説医ストマック、おおベリーベア。うん、プラススイカ。では僕の6パック目、グラスウッドありがとう、トテントン終戦車ディーリ板流し鬼カモスバイナラドア、ほうバイナラドア。では私の6パック目、怒号するグリンドホーン奇跡ライムスティフェアリーライフ、おー大迷宮大迷宮カメワンダータートル、これ欲しかった。しかもこれシークレットバージョン、そうだねデザイン違いだね。うん、スペシャルズ、あーこれ欲しかったの、よかったスーパーレア。いやいや、キランキランだね。ちょっとノーマルバージョンも欲しいなこれだとね。狂気71号ドーン、僕の7爆目、リボルバーキャノンやったるまん、おーやったるまん、トリートトリーよシークレット来たー、すごいデザイン違いの金のやつだ、マッキン金ガッチャー、やったー来たー、ほらかっこいい、うん、と麻薬イヘモグロチョトキュー。では私の7パック目、やったりマンブドカカ奇跡アムベルジョリジャジョニー、おおこれはノーマルだね。うん、また来た、うん、絵も普通バージョンでしたね。うん、そしてクリスタルケイブ。では僕の8パック目、ブトカカ怪獣ホーラン天空城の防壁
ボントボ、ラウトノイズノイジー。では私の8パック目、シャインアロー、カームクロウダー、ディーディのドライバー、父の怒りガンサイ、おー、うん、流走車スペレート。では僕の9パック目、モモンクック、喜劇人形タキュ、流走車グルド54号、走行の守護者ラウラテラ、流走車バーナイン。おー、では私の9パック目、ね、チャネルトーテム、狂気27号ジャリ、流走車グルド54号、バッチヒット、流走車ババルガ。では僕の10パック目、爆裂マウナロア、カームクローラー、ホースターズ5。おお、ベリーレア、うん、きれいきれい。クマクマワリ、バトンヤジ。で私の10パック目、1番隊ルグンドド、ザ・ラーメン出た、怪獣ジミーシ、総流車ボルシエ、ジャストラビニンス。11パック目、奇跡アムベル、フェアリーライフ、スプラスイカ、イニシエの騎士ガザーン、タイムストップン。おお、スーパーシールドトリガー、うん、では私の11パック目、王立アカデミーホウエイル、一番隊チュチュリス、チュチュチュジョーカーズ、来た、ボンドボ、神出鬼没ピットテル。12パック目、ノージョイラベン、怪獣ホーラン、怪獣フリッツ、装甲の守護者ラウラテラ、超魔導書グリモア第一章、スーパーシールドトリガー、うん、では私の12パック目、激報酬ブルカノドン、ザ・ラーメン、どうするグリンドホーン、超特急ドドンガ号キャノン。では僕の13パック目、ゴロザウルス、一番隊クリスタ、狂気6号ギーコギルス、ベディリアだね、うん、サイバーターネラスティ、フライパンマウンテン。で私の13パック目、ね、岩石中クラッシュワーム、ストライクフィッシュ、ブロックキング、おお、スペシャルズ、またベディリアだね、これこれブロックのクリーチャーなんだね、これね、うん、クリスタルケイ、ナグナグチュリス。では僕の14パック目、ダークサン、爆裂マウナロア、三冠王者ドツキング、あーベリリアですね、うん、狂気33号ブスート、奇跡タトイズ。では私の14パック目、一番隊バギン16号、アクアヒルズ、聖主銀モルゲン、狂気33号ブスート、狂気34号バッシュ。最後の15パック目、狂気56号ゴロン、グラスウッド、星の導き焦点、ベディレアです。うわぁ、ネオクリーチャーだね、うん、サイバーターンエラスティ、ジェジェジェジョーカーズ。では私の最後15パック目、アポーチュリス、一番隊クリスタ、王立アカデミーホウエイル、おお、ドープダブルボーダー、うわー、スーパーレア、スーパーレア、これ前も出たね、ビートジョッキーのやつね、うん、うん、バッチヒット。はい、ということで、感情終わりました。スーパーレア以上、私は4枚でした。エイシン君は1枚。マスターカードチョリーザジョニーのシークレット、今回はパパの圧勝ですね、うん、エイシン君サルミヤッキですよ。後でじゃあやりましょうか。まずはカードの詳細見ていきましょう。はいはい、まずはこちらですね、ドープダブルボーダーですね、これは前も出たね、うん、コスト4のスピードアタッカー、パワー4000ですね、うん、このクリーチャーがバトルに勝った時アンタップし、そのターンこのクリーチャーのパワーを2倍する、その後相手のシールドを1つブレイクしても良い、このクリーチャーが破壊される時代わりに自分の他のクリーチャーを1体破壊しても良いですね。はい、スーパーレアでございました、はい、そして燃えるデッドソード、ジョーカーズのスペシャルズですね、うん、コスト9のパワー12000、トリプルブレーカーです。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーズが合計4枚以上あれば、相手はバトルゾーン、マナゾーン、
手札から自身のカードを1枚ずつ選び、好きな順序で山札の一番下に置く。その後自分のカードを3枚引く。うーわ、何この何この効果すごいよね。もうこれはもうコスト9だからね、うん、よっぽどやったねマンでね、コストを軽減しないと召喚しにくいやつだね。もう4マナしか減らせられないから。そうだね、最大でね、だから5マナで出せる感じかな、うんうん、そして題名9カメワンダータートルですね、うん、コスト8のパワー1万3000です。トリプルブレーカーラビリンス。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分のシールドの数が相手より多ければ、次の自分のターンまで自分のクリーチャーはバトルゾーンを離れない。うわー、破壊されたとしても離れないんだ。そうだね、破壊されないってことだね、うん、このクリーチャーがバトルに勝った時、自分の山肌の上から4枚を見る。その中から光のコスト6以下の進化でないクリーチャーを1体バトルゾーンに出しても良い。残りを好きな順序で山札の一番下に置く。相手のターンの終わりに、そのターンクリーチャーが1体をアタックしていなければ、相手のクリーチャーを全てタップする。来たよこれ、来たこれ。はい、続いてジョリーザジョニーですね。はい、これはエイジ君の見せた方がいいかな。うん、こちらですね。素晴らしい、このこの輝きの違い、すごいわこれ、これはここにマルヒって書いてあるんだよね、うん、見えるかな。だからシークレットなんだよね。そうだね、これシークレットですね、うん、シークレット中のシークレットじゃない、うん、ジョリーザジョニー、コスト7のパワー1万ですね、はい、スピードアタッカーでマスターダブルブレーカーです。このクリーチャーはシールドを2つブレイクする。このクリーチャーがバトルゾーンに出たターン、各ブレイクの前に相手のクリーチャーを1体破壊する。バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーズが5枚以上あれば、このクリーチャーはブロックされず、アタックの後相手のシールドもクリーチャーもいなければ自分はゲーム勝つというですね。はい、これいいよね。すごいねこれ、差がすごい、差がすごいよ本当に。効果は同じなのに、うん、これ自体もね、今までのデュエマのないすごい豪華なカードだけど、うん、さらにそれは上を行く、これすごい価値がありそうだね。はい、じゃあボツゲームタイム行きましょう。ね、ババ、バランスの真似しない。バランスの真似をしてはいけないか。なんか真似しない。じゃあパパいただきます。エジン君は食べてみてください。それね、おー、こんなに美味しかったのこれ。え、美味しくない。もう分かった味。まずい。うん、じゃあ、あー、エジン君、あらららら、ら舌に当たったわけで味が出た。はい、エイシン君は舌を落ち着かせるために特別にコロロのなんだっけ、チョコラストブリー、ショコラストブルーベリー食べてますね、うん、大丈夫ですか、うん、よかったね。はい、ということで今回はデュエルマスターズ新一弾ジョーカーズ参上でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はですね、ぜひいいねボタンお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくお願いします、ね、パパだからバランスの真似はしていない。長の真似もしてない、はい、またこの前ね、ジョーカーズのラビニスのデッキで対戦動画出したんですけれども、うん、この今回の2ボックスで出たカードを改造してまた対戦動画やりたいなと思っております、はい、もしかしたらまたあれかもね、ライブでやるかもしれないですね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。